渡向きさんの位置た向きさんは、滋賀県加茂郡日の町北端にある標高1,110メートルの山である。鈴鹿国定公園内にあり、7世紀頃から山岳信仰の対象として崇拝されている。鈴鹿山脈の南西に位置する。山頂には青年の塔が建てられている。登山ルートは、表山道、北山道、水無し山北尾根、竜王山経由の4ルートがある。 水無三北鬼の八合目には、金明水と呼ばれる水場がある。表参道の五合目には、避難小屋がある。頂上には、天の保避の命者が祀られた岡佐神社があり、毎年四月二十日に、学祭りが取り行われる、綿向神社の奥の宮がある。頂上からの眺めは、東に、天越岳を中心に鎌ヶ岳に続く、鈴鹿山脈、伊勢湾をはじめ、 秋冬の澄んだ日には遠く北アルプスホタカ岳、木曽温岳山、エナ山、南アルプスの死を磨くなども冒険でき、設置されている展望図板によって、それらを確認することができる。西には、大見盆地が眼下に開け、琵琶湖の向こうに、冷え山から、平山地が連なっている。ブナやコナラの原生林があり、綿むきやザミや綿むき木帽シなどが分布する。 山腹には日本ザルなどが生息している。山頂の西1 7キロメートル付近に綿向山麓の接触変質地帯があり、国の天然記念物に指定されている。鈴鹿山脈の主猟線にある五在所岳から雨乞井岳を経て西に伸びる尾根にある。源流となる以下の河川は琵琶湖へ流れる。ありがとうございます。